皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の15課43番目のビデオ、文法の2番です。ごめんなさい、ちょっと光ってる。2番です。はい。でね、教科書はみんなの日本語、大河でやっぷんゆ、ダジャーダールーユ、みんなの日本語の、中級の3番、台湾バージョンを使っています。日本語バージョンを使っている人もね、同じ内容ですから、安心して一緒に勉強していってください。とね、この台湾バージョンね、これまでねずっと単語をやってきて、で今日はこの80ページですね。昨日はね、これやった、見てくれました？1番の文法ね、何々ほどのものじゃありませんですね。で今日はこれです。何々だけじゃなく何々もというのをやっていきたいと思います。A と B 使ってみますね。で A だけじゃなく B も、とても簡単に言うと A も B も両方ともという意味ですがですね、特にね、B を強調したいですね。 A はもちろんですが B もですというのを言いたいときに使っていきます。ではね、教科書をね読んでみますね。この部分、ここを読んでいきますから一緒に読んでください。で私が読んでいるとき、聞こえた言葉を一緒に話してみてください。シャドーウィングと言います。とてもいい練習ですからやってみましょう。では準備はいいですか？いきます。伝統的なものだけじゃなく、モダンなデザインの製品も製造しています。この店はパンを売るだけじゃなく、パンの作り方教室も開いている。ボランティア活動は相手のためだけでなく、自分のためにもなることが分かった。彼は同僚からだけでなく、上司からも信頼されている。で A だけじゃなく、まただけではなく B もですね。そう、 A も B も両方ともで、特に A は一般的です。 A は特別じゃありません。 A は普通です。そして B だね、 B さえもとか B もですね、 B は少し特別ですが B もそうですよと言いたい時に使います。ちょっとね、見てみると、ここでこのね、 A だけじゃなく B もですが、 A の部分には名詞も E 形容詞 E で終わりますね。ですはキャンセルしてください。それからな形容詞は普通形ですがなでストップします。綺麗なだけじゃなく、元気なだけじゃなくとなります。それから動詞の普通形ですね。するだけじゃなく、しないだけじゃなく、しただけじゃなく、しなかっただけじゃなく、こう普通形を入れることができます。ただのこちらね、 B のところですね、 B は一般的に名詞にすることが多いです。でどのように使うのか、ちょっと私の例も作ってみましたから一緒に読んでみましょう。今は女性だけじゃなく男性もお化粧をするですね。でこれはもちろん女性も男性も化粧、メイクアップね、お化粧すると言いたいですが、ただこれね、 B でね、後ろの男性を強調したい言い方です。ですから、まあ、女性はね、みんなじゃないですけどお化粧をする女性は多いですね。はい、そうですよね。 でも今は男性もお化粧をする人がいますよですね。男性もお化粧します。この YouTube を見ている皆さんね、女性の方男性の方お化粧しますか？例えばなんか女性のお化粧はこうなんか、例えば口紅だよね、赤い口紅をつけたり、多分こうなんかアイライナーを描いたりとか。でも多分男性のお化粧はこう BB クリームとか、あとこうなんか眉毛でね、眉毛をちょっと描いたりとか、そういうのをねする人最近いますよね。ですね、私は男性も女性もお化粧したい日お化粧したい日にお化粧して、でしなくてもいい日はしなくてもいいと思います。なんか毎日しなくてもいいですよね。したい時だけしたらいいかなと思っています。では次行きましょう。
このアニメ、アニメーションね、このアニメは面白いだけじゃなく勉強にもなる、ね、これあの、まあ、アニメは、まあ、まず、まあ、面白いですね。で面白いです、そして勉強になります、ね、勉強になるというのは勉強することができる、ね、あの例えばこのアニメを見ていろいろな知識をもらったりとか、例えば、うん、日本のアニメを見たら日本語の勉強ができますよね。で勉強になります、ね、うん、そうです。ただこれねやっぱり B だね、後ろを強調したいですから、まあ、アニメが面白いのはまあ普通だと思います。でも面白いだけじゃありませんね、なんか日本について日本の文化が分かったり歴史が分かったりとか何かねあの知識が増える、だからいいと言いたいですね。次いきます。彼は真面目な、な形容詞な、ね、真面目なだけじゃなくユーモアのセンスもいい、またユーモアのセンスもあります。でこれはあの彼は多分彼の性格ですね、いいところ真面目です。真面目、あの最近単語でやりましたね、と何番でしたっけ、単語のリストの真面目、あこれですね、154番ですね、ここにありますね、真面目なですね。私のビデオではこれ43とこの単語は39番でやっています。見たい人よかったら見てください。あの真面目にはいろいろなあのイメージがあるんですけど、人の性格の時にはね誠実です、 sincere だよね、そうですね。それからあのよく勉強したりよく働いたりですね、変レンジェンでねという意味が あります。あと serious とかね。で彼は真面目なだけじゃなく、でこれ真面目というのは少し何でしょうね、なんかあのちょっとスクエアな感じ、あの面白い感じではないね、真面目というね、こうなんかちょっとよく勉強したりとか一生懸命とかですね。でもユーモア、センスオブヒューモアでね、面白いこと、例えば面白い冗談を言ったりとか、あとは、うん、なんか面白い話をしてくれたりとかで、ユーモアのセンスもあります。楽しい人です。で次です、彼女ですね。彼女は歌を歌うだけじゃなく楽器も弾けるですね。例えばこの女の人は歌手です、ね、シンガーね、ね、ガーシンでね、で歌手です。で歌手であのもちろん歌を歌います。でもそれだけじゃない、歌だけじゃなくて楽器、例えばギターね、ギターを弾いたりとか、例えばドラム、ね、ドラムね、ドラムをあの叩いたりとかができる、ね、楽器も弾けます、弾くことができますね、いかがでしょうか、うん、であの今回のこの A だけじゃなく B もですねの簡単に説明すると A も B も両方ですが、そうでも大切なことがあります。ここですね、特にこのね後ろの B もの部分ですね、ここがフォーカスです。こちらが大切な意味です。一般的にこの、ね、A だけじゃなく B もという、例えばね私ですね、で私じゃあまさみ先生はあの日本人ですから日本語ができますね。で日本語だけじゃなくで広東語や中国語や英語も話しますですね。この時にはこの日本語が話せるのね、で日本語を話すのはまあ普通です。日本人で日本語が上手なのは当たり前ですよね、オフコースよね。でもあの広東語や英語は、まあ、日本人はみんな話すわけじゃありませんから、こちらがちょっと特別ですよね。あと例えばそうですね、今日ね私はね今日日曜日、このあのビデオを撮っているのは日曜日なんですけど、で日曜日ね、あので私は例えば月曜日から金曜日、平日と言いますね、ウィークデーね、私は平日だけじゃなく日曜日も YouTube のビデオを撮っています。でこれはこれね、平日に、まあ、私のこれ仕事ですよね。で日本語の先生の仕事は平日だけじゃありません、ね、日曜日も仕事をしますですね。でこちら日曜日、普通一
般的には日曜日休む人が多いですよね。ね、特に先生の仕事は日曜日お休みの人が多いです。でも私は違いますね。日曜日も仕事をしていますよとこちら強調して言いたいです。でそんな時はね、この B にフォーカスして言いたいから使う文法です。そうじゃなくて A と B のレベルが同じだったら多分ね、あ、例えば私は平日も日曜日も働きますで、これでもいいですからね。こっちを使うときには B にフォーカスするというのをよく覚えておいてください。はい、じゃあお疲れ様でした。今日ここまでにしましょう。何かね質問があったら下のコメントから送ってきてください。それからいつもメッセージをくれる皆さんありがとうございます。そして高評価ライクねしてくれる人すごく嬉しいです。いつもだいたい同じぐらいの数なので、なんか私をいつも見てくれてる多分レギュラーの皆さんがいるんだよね。本当にありがとうございます。すごく感謝しています。じゃあまた明日一緒に勉強しましょう。でね、明日の文法は文法の今日2番でしょ、次3番ね。3番これ何々といえばですね、何々といえば。そして、そのあさってですね、あさってはねこれ何々というですね、よく説明文などの後ろにある何々という。そしてあさって、しあさってのね、しあさってはこの旅にという表現をやっていきたいと思います。じゃあ今日ここまでです。高評価どうぞよろしくお願いします。あともしねまだサブスクライブしていない人がいたらよかったら登録しておいてください。また明日ね。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でね、バイバイ。